今日未明、神戸市内で車上荒らしが相次ぎ、駐車中の車から現金1100万円が盗まれました。警察は窃盗事件とみて捜査しています。今日午前4時から5時半ごろにかけて、神戸市中央区脇浜町にあるファストフード店の駐車場で、車の中からセカンドバッグと現金1100万円が盗まれる事件がありました。警察によりますと、持ち主の男性は月末に会社で使う事業資金を車に置いたまま、1時間半ほどその場を離れていたということです。一方、午前4時前には近くの飲食店でも駐車中の車のドアが壊され、車内が物色される車上荒らしが発生。近辺では今日にかけて3件の車上荒らしが起きて、映像などを調べています。